お疲れ様です。 KT です。今日は4月の13日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、というわけで本日は悔しいさよなら負けということでですね、ちょっと、流れが悪いということで、まあただね、明日勝てばあのビジター6連戦で3勝3敗でね、一応5割で切り抜けることができるということになりますんで、もう明日はね、何としても勝たなくてはいけないですし、このジャイアンツ戦すぐ来週ねまたあるということで、今度はマツダスタジアムに帰ってまた、同じくジャイアンツ戦があるということになりますんで、ちょっとでもね嫌なイメージを植え付けておきたいということで、もう明日はね、是が非でも勝ちたいなというふうに思います。はい、ということで、ね、来週のこのねジャイアンツの3連戦、私3試合とも見に行く予定をしております。4月の19、20、21と、3連戦ですね、すべて見る予定になっております。はい、で4月の20日ですね、ここちょっとね、プチオフ会したいなというふうに思っておりますんで、マツダスタジアム、行かれる方はですね、ぜひ試合開始前の30分前ぐらいにですね、コンコースのグッズ売り場裏に、私立っておりますんで、足運べる方はですね、ぜひ運んでいただきたいなというふうに思います。まあ、19日はですね、到着の日ということで、しかもちょっと観光しようかなというふうに思っておりますんで、試合開始に間に合うか間に合わないかぐらいの、予定でおりますんで、ちょっとね余裕がないかなというふうに思いますし、まあナイターなんでね、しかも平日ということでちょっと厳しいかなというところで、20日にしておりますんで、21日はまあ帰る日ということなんで、ちょっとバタバタするかなというふうにね予想もしておりますんで、間の土曜日4月20日試合開始30分前、コンコースグッズ売り場裏私立っておりますんで、来れる方はねぜひよろしくお願いします。またねコメント欄で事前にね、行けそうだよとか、当日行くから行くよみたいなねコメントいただけると、何名ぐらいの方が来てくれるかというのも把握できますんでね、ぜひともよろしくお願いします。で同じようにその翌週のバンテリンドーム4月27、28ここもね私行きますんで、同じようにね試合開始30分前に、どっかに集合という形でね、ちょっとオフ会プチオフ会ねやろうかなというふうに思っておりますんで、ちょっとねまだ場所の方は考えていないんですけども、まあ現時点で、バンテリン参戦予定の方はですねコメント欄で教えていただきたいなというふうに思います。でそれでですね27、28、行くよという声でね多い方でやりたいなというふうに思いますし、まあ当然ね両方行くよという意見がありましたら、両方ね開催したいなというふうに思いますんで、私は4月27、28、どちらも行きますね。27日はもう一人でぼっちで行きますね。28は、家族で行こうかなというふうに思っておりますんで、その辺のねまた情報も皆さん教えてください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね本日の動画入っていきたいんですけども、まあ激怒の先生だということでね、岡本選手バットを投げ捨てて悔しがってからの、ボールがどっかに行っちゃってツーベースということですね。まあこの後ねしっかり触れていきたいんですけども、まあ辺のねリアクションというのは岡本さんの人柄現れておりましたね。ヘラヘラ笑うのではなくて、悔しい表情をそのまま残しながらということでね、だから岡本さんはね嫌いになれないんですよね。素晴らしいバッターですし、カープ戦もよく打つんで、選手と言いますかね、こう対戦チームの4番としては嫌いなんですけども、岡本さんという人からは嫌いになれないということでね、まあ本当にカープにとっては不運でしたし、ジャイアンツにとっては、ラッキーな当たりとなりましたんで、そのねラッキーを表に出さない岡本さん、また改めて素晴らしいなというふうに思った一打でありました。でその他ね、ちょっともうそんなルールやめちまえよというようなねところもありましたんでね、今日はねちょっと何とも腑に落ちない、ところありますけどね、まあただ結果として負けてしまったんで、さらにそういうところもね、出てきますけども、まあ言い訳になるのかな。ただ、雨の中試合やってね、お互いボールが滑る、そこはもう両チーム共通の条件だからというのはねよく言うんですけども、まあ今日のようなところはね同じ元のルールは同じかもしれないんですけども、なんかお互い条件は一緒だよみたいな、そういう感じではないようなねところがありますんでね、ちょっとモヤモヤしますけどね、まあそのモヤモヤを少しでも、吐き出せるようにね今日はね私は今日喋っていきたいというふうに思います。はい、ということでねちょっと悔しい思いしておりますけども、こんな私と一緒にカープを応援してもいいなというふうに思っていただけましたら、ぜひともねチャンネル登録をよろしくお願いします。
はい、というわけでね、早速振り返りを行っていきます。まずはカープの攻撃からですね、初回、三者凡退で立ち上がります。で、2回、2アウトから、田村選手がね、ライト前出塁ということで、ランナーを出します。で、矢野選手がね、粘って粘ってだったかな、あのフォアボールでつないで、相澤選手がライト前ヒットを打つというところで先制点かというところではあったんですけども、まあ、あの当たりもいいですし、ライトもね、前進していたということで、ホームは余裕のタッチアウトということで、3アウトのチェンジとなってしまいました。まあ、次がね、ピッチャーバッターというところもありますんで、まあ、半々もしくは、7-3 でアウトの状況でも、まあ、回すというのがね、考え方としてはあるのかなというふうに思いますけども、まあ、ただ次のバッターが森下投手だからということで、ちょっとね、期待してしまうところもあったんでね、まあ、そこまで余裕だったら止めてもよかったのかなというふうに思いますし、まあ、言ってもね、森下投手とは言ってもですね、やっぱりピッチャーバッターというところになりますし、今シーズン初打席になるのかなというところで、なかなかね、ヒットというのは期待できないのかなというところで、まあ、一か八かね、ちょっと送球が逸れてくれれば、セーフになるという状態だったと思いますんで、まあ、判断としては、間違いないのかなというふうには思っております。はい、そして3回は2アウトから、田中選手ライト線2塁打、元気ですね、放っております。まあ、あれをね、入れちゃってほしいですね、東京ドームなんでホームランに入れちゃってほしいというところはあったんですけども、その後、小園選手フォアボールというところだったんですけども、堂林選手空振り三振というところでね、打ち取られてしまいました。まあ、対戦チームのね、岡本選手4番としてね、非常に仕事をしておりますんで、ちょっと比較するとね、かわいそうなところはあるんですけども、まあ、昨日のように、タイミングをね、打ってくれたらありがたかったんですけども、まあ、ここは残念ながら空振り三振で倒れております。はい、そして4回はワンアウトから再び田村選手がセンター前のヒットというところです。で、次の矢野選手ですね、ここもですね、12球粘った末でのフォアボールを、取っておりますんでね、今日はこれなので、ここ2打席連続フォアボールを、取っているということで、しかもね、球数も投げさせてというね、本当にいやらしいバッターになってきたなという感じはしております。もう守備の方でもね、今日はこの後ちょっと触れていきますけど、素晴らしいプレーがありということで、まあ、セカンドとしてでもね、本当に十分に、使えるという言い方はおかしいんですけども、セカンドとしてでも本当にね、一流のプレイヤーになってきたかなというような感じがしますね。ショートもやってよし、セカンドもやってよし、サードに行くとちょっと送球に不安が残るというところはね、イメージは残っているんですけども、まあ、セカンドでもサードでもショートでも一流にね、守備をやってくれるということで素晴らしいと思います。はい、ただね、その後相澤選手がゲッツーということで、まあ、今のね、状態の相澤選手でヒットを打てなかったら、まあ、それは仕方ないということで、足はちょっとね、遅いんで、ゲッツー取られてしまう。もう内野ゴロ打った瞬間にゲッツーなんでね、ちょっとそこは残念なところではあるんですけども、まあ、その次の打席、次ぐらいだったかな、ちょっと待ってくださいね、ショートゴロ打ってる9回のところか、はい、ショートゴロもね、門脇選手三遊間深いところアウトにされておりますけどね、まあ、結構深い当たりであったにもかかわらず、余裕のアウト、門脇選手も、まあ、それも分かっているんでね、余裕のプレーということでアウトになってしまったということで、まあ、まあ、しょうがないですね、足の遅さというのはなかなか、年齢とともにですね、遅くなっていきますし、早くなるというのは見込めないんで、まあ、ここは我慢しましょう。はい、そして5回は田中選手が2アウトからかな、デッドボールで出塁ということになりまして、まあ、ここはですね、2アウトランナー1塁でバッター小園選手ということで、まあ、東京ドームね、ホームランが入りやすいという球場であるということはですね、狭い球場になっておりますんで、長打打ってもですね、なかなか1塁からホームに帰るのが難しいという球場になりますんで、まあ、盗塁ですね、仕掛けました。まあ、ここはね、本当に作戦としてはもう全然問題ないかなというふうに思います。で、結果ですね、ピッチャーがバッターに投げてね、キャッチャーに投げての盗塁失敗ではなくて、牽制に誘い出されての、アウトということになってね、ちょっと見栄えとしては悪いんですけども、おうおう、何やっちゃっとるんだというようなね、見栄えにはなってしまうんですけども、まあ、これ実際問題ないプレーなんですよね。もう左ピッチャーなんで、足が上がったらゴーというふうに決めたらね、行ってしまえばいいんです。もうこれはね、本当にバッターに投げるというところで判断してスタートを切っても、セカンド余裕でアウトになってしまうんで、もうここは2アウトで、ランナー1塁で3番バッターだったんで、まあ、最悪ね、次の回小園選手から始まればいいですし、決まればラッキーぐらいな感じでね、ギャンブルスタートで、ディスボールで走りなさいみたいな指示であれば、全然問題ないんでね、ただその、思い切ってスタートを切ったというところでね、カウントであったりね、ピッチャーの癖であったり、そういうところのデータがあって、もうここは牽制の確率
が少ないぞと、まあ、7-3 以上で、バッターの方に投げるだろうというなんか根拠があれば問題ないですね。ただ闇雲に、この球で走るんだというふうに勝手に決めつけて走ってね、誘い出されてしまったというところで あればちょっとはね問題はあるとは思うんですけども、まあケースとしてはあの一か八かでね、あのギャンブルスタートみたいな感じで走ればいいところなんで、田中選手のこの、牽制に誘い出されての、盗塁失敗というのは特に問題視はしておりません。はい、そして6回は三者凡退で、7回ですね、先制された直後、ちょっとね、嫌な雰囲気の中、矢野選手が今度はね、ヒットで出塁して、上本選手が繋いで、サードまで、行ったのかな、矢野選手が。はい、その後ですね、チャンスに滅法強い、得点圏打率がもうえらいことになっております。ちょっと数字忘れましたけども、野間さん、さすがでしたね、追い込まれながらも、左ピッチャーはね、あと難しいかなというような感じはしたんですけども、しっかり左ピッチャーだからこそ引きつけてと、いう感じでレフトオーバーのツーベースで一挙に逆転ということでね、素晴らしいバッティングでした。でそのまま勝ちたいなというところだったんですけども、まあちょっとね、先ほども冒頭でも触れましたけども、逆転されてしまったということでちょっと残念なゲームとなってしまいました。でその後8回9回10回11回12回というところでですね、まあ8回のツーアウトから秋山選手が内野安打、ピッチャーの内野安打で出塁して以降ですね、もうパーフェクトに抑えられるということになってしまったんで、まあ今日のね負けというのも嫌だったんですけど、何が一番嫌だってね、この9、10、11、12回、4イニング、完璧に抑えられたというのがまあ一番心配なとこかなというふうには思っております。はい、ということでね、まあ同点に追いつかれ、得点を挙げることができずに12回の裏に、1点取られてサヨナラ負けという展開になってしまいました。はい、ということでね、ピッチャーの方も振り返っていきます。森下投手、素晴らしいピッチングだったと思います。あの最終調整で登板した2軍戦ですかね、まあなんですかね、イニングは投げることはできたんですけど、内容的にね、どうかなというところはあったんですけども、まあ、新井監督はね、そういう内容といいますか、森下が、自分のピッチングができていれば、もう問題ないというふうにね、判断するというふうに言っていたように、今日はね、しっかり仕上がっていたということで、素晴らしいピッチングでした。はい、ということで、まあ、その後ね、矢野三者凡退ならずも上々かな、初回。はい、で、矢野選手惜しいというふうにね、書いております。で、2回、3回ね、しっかり4者凡退かな。ごめんなさいね、ちょっと見ながら、振り返りながら、ね、見ていきます。2回は坂本選手、オコエ選手、打ち取って岸田選手を出塁させるも、吉川選手を打ち取ると。で、3回は三者凡退かということでね、打ち取っております。はい、そして、矢野選手のね、もう残念、そこは矢野というプレーなんですけども、まずは、オコエ選手かな、2回かな、オコエ選手のところは、そうですね、2回の、2人目のところ、オコエ選手が、放った二遊間のゴロですね、矢野選手が回り込んで取って、体勢を立て直す前にファーストに投げて、アウトにするということでね、まあ、俊足のオコエ選手をアウトにするということで、素晴らしいプレーになりました。もうあそこね、普通のセカンドのプレイヤーだったらね、あの体勢では投げれないですし、強いボールも投げれません。はい、ということで、まあ元々地肩が強いので、体勢が悪くても強いボールを投げれるのが地肩の強さということもありますし、体勢ができてなくても投げるというのは体幹の強さかなというところで、まあ矢野選手らしいプレーが出ました。でその後3回かな、萩尾選手のセカンドゴロもですね、素晴らしいさばき、今度は、ファーストオークに横飛びパスということで、まあ非常に強い当たりでライナー性だったのでね、バウンドを合わせるのが難しいんですけども、まあ斜め後ろに飛ぶような形でバウンドを合わせながら、基本に忠実にグローブを下から出しながら、ゴロをさばいて、アウトにするというプレーだったんで、本当にね、最初のところでも言ったんですけども、セカンドでも、ショートでももう一流プレーヤーになってきたという感じがしますし、さらにバッティングの方でもね、ちょっといやらしさをね、ついてきたというところで、レギュラー、まあどこかのポジションで、固定というわけではないかもしれないんですけども、出場機会っていうのはどんどん増えていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、もう残念、そこは矢野というプレーが今日はね、随所に見られました。ジャイアンツの方もね、吉川選手、門脇選手、いいプレー出てということで、まあ全カードのタイガース戦からですね、結構守備で、これぞプロというプレーをね、たくさん見れておりますんで、まあそういう意味では満足かなというふうには思っております。はい、そして4回はですね、今度先頭の門脇選手のね、出塁を許すというところで、そこから岡本選手、坂本選手と繋がっていくところなので、ちょっとね、嫌な感じはしたんですけども、しっかり抑えてくれました。で、5回は三者凡退に打ち取る、もう6回ですね、もうここの問題の回ということでね、納得できないところでございます。
はい、先頭の佐々木さんが、出塁して盗塁決められて、ノーアウト2塁かな。で門脇選手は、ファールプレーで打ち取るというところだったんですけど、続く岡本選手ですね、ここもまあセカンドフライかなというところだったんですけども、東京ドームの、上のね、なんかあのものに引っかかって、落ちてこないということで、まあ、ルールがルールなんで、エンタイトルツーベース、もう無条件にエンタイトルツーベースということで、セカンドランナーがホームまで行く、バッターランナーはセカンドまで行くという形になって、まさかの失点ということになりました。もうこれでね、ツーアウトランナー二塁になるのか、ワンアウトランナー二塁のまま1点取られるのかというところでですね、もう本当になんていうんですかね、ホームラン、明らかにホームラン性の当たりとかね、明らかにこれは屋根がなければ、円通になるよというような当たりで、あの引っかかってしまえばね、まあ、だの京セラドームとかでもあるんですけども、はい、であれば納得できるんですけども、完全にもう落下地点に入っているにもかかわらず、それがルールだからということでツーベースになるということですね。もう本当にね、こんないつまでも古臭いルール、持っとっちゃいかんですね。最初ブライアント選手かな、近鉄バファローズのブライアント選手が、あそこにぶち当てた時、スピーカーだったかな、あの時は、はい、に時は本当になんか当時はね、そこまであの勝ち上げる選手もなかなかいなかったんで、もう衝撃的な当たりでね、もうホームランにして文句ないだろうというようなところはあったんですけども、まあ今ではね、あれぐらいあのフライ打ち上げる選手もたくさんいますんで、もう明らかにね、落下地点に入れるような当たりであれば、まあ、こういうルールはね、適用しなくてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね。もう岡本選手の悔しがり方を見ればもう全てわかるのかなというふうには思いました。はい、ちょっとね、もやもやが残るところではあるんですけども、まあ、その後ね、しっかり森下投手も切り替えて抑えてくれたなというような感じですね。はい、ということで残念なところで6回先制点を許すという形になりました。で7回はもう安定の矢崎投手ということでね、あの先頭バッターは出塁させないといけないという矢崎さん得意のルールがありますんで、先頭バッターを今日はフォアボールではなかったんですけど出塁を許すと、ただその後ねしっかり抑えるということで、防御率は未だに 0.00 かな、はい、の方を維持しているということで、これからも矢崎投手よろしくお願いします。はい、そして、8回ですね、島内投手に代わってということで、ここもね、問題のシーンがありました。観客の方がですね、まさかの、フィールド内の球をキャッチして田中康介選手のプレーを妨害するというところがありましてね、もうあれはカープファンの方なんですかね、ジャイアンツファンなのですかね、あの三塁側なので、カープのユニフォームをね、着てる方も、何名かいたところというところでね、ああいうキャッチをして、まあ、相当ブーイングされたというふうに思いますし、まあ、当然ね、ネットや SNS の方でも、晒されていると思いますんで、まあ、安否はね、ちょっと不明ですけども、まあ、本当にあれは腹が立つね、妨害行為だったなというふうに思っております。で、審判もね、もう昨今、ビデオを見れば一発で分かってしまうところをですね、かたくなに、フェンス内の、ファールの中での、なんですかね、観客席の中での出来事だったから妨害ではないというふうに言ってしまったんでね、もうあの辺はね、すぐにくっつかえてしまいますんでね、素直に認めた方がいいんですけども、妨害ではないという判断になりましたね。珍しく田中康介選手がね、ちょっとイライラしていたというような感じがありましたんでね、ちょっとここも納得できないですし、まああの辺もね、ちょっとルールを考えるのか、観客席のあり方というのを考えなきゃいけないのかなというふうに思います。で、私も来週マツダスタジアムのね、砂かぶり席行きますんで、ちょっとその辺のね、ちょっと行いというのは気をつけて観戦しようかなというふうに思っております。まあただね、そこからの失点というのはね、しましとしなかったんで、まあ、あの観客の方、どっちのファンかは分かりませんけども、まあ、そういう点に関しては島内投手に救われたんじゃないかなと、あのプレーで、ね、得点が入ったり失点したりというのがあったら余計叩かれていたというふうに思いますけども、はい、まあ、そういう意味では島内投手に救われたというふうに思っております。はい、でそんな島内投手はですね、ノーアウトランナー一塁三塁から、1点を取られて、さらにノーアウトランナー一塁二塁かなに残してというところでね、まあ、ピンチを背負ったんですけども、まあ、同点に追いつかれてね、まあ、ひっくり返されるところまでいかなかったというのは、まあ、悪いなりになんとか頑張ったという評価もできるんですけども、まあ、でもね、今日は本当に厳しい試合になるというのは予想されておりましたんで、やっぱりね、ゼロで切り抜けてほしかったなという思いもあります。はい、なのでちょっとね、島内投手本調子ではないんで心配です。で、この島内投手に関するところはですね、あのメンバー限定の動画で、もう少し、切り込んで喋っておりますんで、メンバー限定の動画、メンバー ぜひ登録していただいて、ご覧いただけると嬉しいなというふうに思います。
はい、そして9回栗林投手ね、ここはもう役者が違うということでしっかり三者凡退の方で抑えております。まあ、ただね、順番の方がね気になりましたね。結構一番楽な、この延長に入るに従って一番楽な打順であったんでね、もう少しそこでね増田投手とかでもよかったのかね。増田投手が一番、辛い打順のね巡り合わせのところだったんでね、まあ、ここ反対でもよかったのかなというふうに思いますけども、まあ、おそらくですね、8回の時点で1点リードしておりましたんでね、まあ、その時点で9回栗林投手という感じで、そういうペースでね準備を進めていたということで、まあ、あえてねそこでイニングをずらしていきますと、栗林投手の登板のねこのなんか精度にも影響するという判断で、おそらくそのまま栗林投手行って増田投手、堀江投手、中崎投手でという感じで、もうこの時点で10、11、12のねピッチャーも決めていたんじゃないかなというふうには思いました。でそんな増田投手はランナーをね2人、フォアボールとデッドボールで出しながらもしっかり無失点に抑えましたんでね、まあこれはすごくいい経験だったというふうに思います。スパッとね3人で切るというのがまあ理想ではあるんですけどね、なかなかそういうわけにはいかないんで、しっかりね無失点に切り抜けてくれたというのは良かったというふうに思います。まあ3番のね門脇さんから始まる打線で、打順でしっかりゼロで抑えてくれたんで、まあそこは十分かなというふうに思います。もう本当に、この前は勝ちリードする場面で投げたりね、今日はこの同点の延長で投げたりということで非常にいい経験しているというふうに思いますね。増田投手このまま成長の方していってください。はい、で堀江投手はまたね先頭フォアボール出してというところで、まあ、去年だとねここからワイルドピッチやったりね送りバント決められてとかでねワンアウト3塁作られてしまうというケースが結構あったんですけども、今日に関しては制球定まらずというフォアボールではなかったんで、まあその後もね安心して見てられました。本人もねあたふたしてる様子もなかったんで、しっかり無失点に切り抜けてくれたということで良かったと思っております。で12回中崎さんねちょっとジャイアンツに屈してしまうということで、まあ大城さんと勝負なのかオコエさんに、ね、持っていくのかとかいろいろ判断はあったと思うんですけども、まあ、新井監督も、ね、しっかり 弁明といいますか、これはもうベンチの指示なんでベンチが悪いというふうに言っておりますので、まあ、中崎さん、ね、そこは気にしなくていいんですけども、まあ、本当に試合時間が4時間10分を超えるというゲームで、ということで、ね、中崎さんと大間さんは4時間ぐらい、ねずっと待機していたということでなかなか調整難しい、ところが、ね、あったと思いますので、まあ、仕方ないって言っちゃいけないんですけどね、中崎さんの実績があればねそういうところでもしっかり合わせてくれないといけないんですけども、まあ、4時間待ってねいきなり登板してあの空気というのはやっぱり厳しいかなというところで、まあ、そこはね中崎さんを今日は援護しておきます。はい、ということでねちょっと2連敗ということでね、まあ、今日引き分けておけばちょっと楽になったかなというところはあったんですけども、はい、負けてしまいましたんで、ジャイアンツに2連敗ということで、明日勝てばね、まあ、ただ5割になりますんで切り替えて明日頑張りましょう。はい、ということで予告先発がハッチ投手対高橋嶺投手となっております。で、まあ、右の、ね、下手投げということで、まあ、かつての青柳投手の時にやったようにねオール左打線なんかを組むのかなというような予想をしております。で、まあ、キャッチャー坂倉選手が入って、まあ、その他ね、今日みたいにセカンド矢野さん、サード田中さん、ショートに小園さん、レフトに秋山さん、センターに野間さん、ライトに田村さんというようなね感じになって、ファーストのね堂林選手というところもひょっとしたら松山選手がね入ってくるんじゃないかなというような感じで自分は予想の方をしております。でもう一つ気になるのはハッチ投手ですね。ちょっとクイックがですね前回の登板を見る限りクイックで投げる時もあれば足をね、少し大きめに上げてしまう時もあるというような感じに見受けられましたんで、ジャイアンツね結構今日も盗塁仕掛けてきておりますし、若くてスピードのある選手もね増えてきておりますんで、そういう意味でねしっかりクイックやれるのかというところも、注目してみていきます。はい、ということでね、もうそんなんこんなんどうでもいいんで、明日勝ってなんとかね、ビジター5割に乗り切ってということでね、行きたいと思います。で、順位の方もね、ちょっと負けが込んできていますと、じわじわと離されていってしまいますので、ここはなんとかしがみついてね、行きたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、で、私ね、本当に毎週行っておりますけども、日曜日勝ってくれればね、月か気分よく過ごせますんで、もうなんとか明日だけはね、いい形で勝っていただきたいというふうに信じておりますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。ちょっとね、元気が出ない動画となってしまいましたけども、最後までお付き合いありがとうございました。これでカープジャイアンツに負け越しとなってしまいましたけども、そんなの関係ない。やっちゃうやん。ということで終わります。ありがとうございました。失礼します。